ということで、さっきの場所まで戻ってきました。今度はもうちょっと上の方からジャンプして、よし、行けそうかな。はしごに捕まった。やった。はい、先に進むことができました。で、ここら辺はに特に何もないですね。じゃあ、なんかあるよ、やっぱ上に何か穴があるね。まあでもはしごで登っていけるからね。よし、でこれでどうするんだろう。この上かな。あ、行けた。This channel runs directly down to the wheel. Can't have a wheel without a couple thousand gallons of water. No, it's simply not done. どうするのかな。いやー、お茶割り美味しいね。お茶割り、宝のお茶割り美味しいっすわ。132円ぐらいやったかな、一本。美味しい美味しい。よし。長らくリワードと出会ってないんだけど、そろそろあると思うんだよね、リワードが。ジャガーがいるね。倒しちゃおう。はい、グッバイ。オッケー。とりあえずこっち行こうか。これが動かせるね、イカダみたいなやつ。壊しても何もないよな、この箱は。中身光ってないしな。リワードはなさそう、ここには。箱の中にはね。よく目を凝らしていけ。あー、あった。あったあったあった。簡単な場所にあるな。ブロンズだからか。このマスクみたいなやつをね、取りましょうか。かっこいいね、美しいね、結構。この岩も後ほどね、使うんでしょうね、多分。上に登れたぞ。後ほどってか、すぐだったな。今リワード何個だろう、見てみよう。今ブロンズが3個、シルバーが1個。 OK、 進んでいきましょう。ララの体重でこれが上がってきて、ここでジャンプして、そしてはしごに向かって。オッケー、行けたー。行けましたよ。オッケー。あっち側、あっち側気になるな。ちょっととりあえずこっち見てみよう。ん、あっちの方に。あっちがメインルートだ。あの門を開けようってことか。うん、ネタバレしてんね。このカットシーンでネタバレしてるっていう。まあいいか、とりあえず進みましょう。あ、リワード発見。あそこにブロンズリワード。こっからどう行けばいいんだろう。ここは捕まれそうだな。捕まったところで特に意味はあるのかな、ないのかな、わかんないですけど、ちょっと一回気になったんですよ。気になったんで、あっちの方行ってみていいですか。ちょっとあっちの方にちょっと気になったから行って。いけないか、これじゃあ、ね、ジャンプ力で届かないもんね。あそこ光ってんだよな、光ってるんだよな、あそこ。とりあえずじゃあね、こっから降りるのかな。
だ。普通に落ちただけ、もしかして。このイカダに乗って進むってわけかな。お、あっちの方に行けるぞ。ちょっとリワードが欲しいから、こっちの方にちょっと行きましょう。なんかあるかもしれない。何もなさそうだな。何もなさそうですね。こっちにはね、あのイカダに乗って行きましょうかな。お、シルバーリワードかなみたいのがあるよ。取りに行こう。よし、行けそう行けそう。やった、シルバーリワードゲット。うん、美しいね。よし、ゲット。シルバーリワード2つ目。あと2つですね。ということで次はあっちかな。あっちにグラップルつなげて、イカダで、はい、着いた。よーし。で、ここの上はまだ使わないというわけですね。はい。おそらく上にもう一つの重りがあって、そこにララの体重が加わって移動に使えるってわけですね。道になるというわけですよ。おお、ちょっと早遅すぎた。潰される潰される。